んにちは、ゼキザップです。本日はあいにくの天気ということで、まあレストア日和っていうことにしましょうかね。なのでシルクロードのレストア続きやっていきます。で、今回はチェーン交換ですね。なので、まあサクッと終わるかもしれませんが、よろしくお願いします。いや、昨日超疲れちゃってさ。いや、そうでしょうね。俺も昨日やばかったさ。さすがにバテたなと。さすがにね、あのハードなスケジュールを聞いちゃった俺に。東京ビッグサイト行って帰ってきて、そのまま動画編集して公開して、家帰って自分の分作って。自分の分はいつ頃？自分の分今日あげますよ。あ、今日あげる。楽しみ。さすがに疲れましたよね。520シルバー、シンプルいいっすね。520シルバー、なんと106リンク。106リンク、これ調整が必要とかそういうことなんですか？もうね、パーツリスト見て、106リンクって標準だったんで。じゃあ OK ですね。はい、カシメジョイント、取り付けには専用工具が必要です。はい、その専用工具っていうのが店長の加減が必要だと。そう、あれね、知らない人が使うとね、みんなぶっ壊れちゃう。はい、じゃあ行こう。本当はタンクやりたかったですけどね。ああ、どうなってるんかな。さすがに錆びてきましたか。いや、意外とね。意外とグレーですね。意外とグレー。意外といいやん。晴れた日にやりたいんだけどさ。そうっすね。晴れたら晴れたでさ。まあ全部納車が溜まってますからね。そうなんだよ。やばいんだよ。2週間も土日が潰れましたからね。サビのチェーン。サビサビのチェーンで、あれスプロケットも磨いたんだっけ？スプロケは磨きましたよ。あ、磨いてるんだ。ワイヤーブラシで。ね。まあそれにしても綺麗なハブと。だね、手入れたところは綺麗っすよね。おお。今は綺麗ですね。綺麗だね。あれですか、なんかシュインシュインってやろうか。シュインシュインって、まあ一般の人はね、ここに3台当てて、リンクを飛ばしてやっちゃうんだけど、バイク屋さんはバイク屋さんの、あ、そういうのがあるんですね。とてもそんなことしなくても簡単に取れる工具があるんで。できる俺シュインシュインやるかと思ったんですけど。やらないです。それはやりませんので、はい、それでね、はい。そういうのはあるんですね。そうなんです。これを使っていただいて、これをこれでピンを抜いちゃうと。これをねじるだけで抜けるってことなんですか？いや、ここはまだ今位置合わせで手で合わせてね、でこれで、あとはインパクトでガガガガガガンとピンを、押していくと、スライドして、実際にピンが抜けると。なるほど。じゃあこれはこっちからパワープレイ、ね、これで、パワープレイ、これでいきます。それで抜けるんですか？結構ね、結構手強いね。かなり錆びてるのかな。普通だったら一発でいくんだけどな。スライドピンが全然入っていかねえんかな。来ましたね、旧車あるある。古いやつと新しいやつを連結させると。そうですね、これはあれでやったよね、ハンターカムの時にやりました。ここでね、でこれをここに入れるんだけど、はい、入った、ただ新品をサビサビだからこのように、すごい、曲がらない、こうして、こうして。よし。よし、カモン。どんどん引っ張って。はい。カモン、カモン。シュイシュイシュイ。どんどん入れて。はい、カモン、カモン。いいわ、いいわ。はい、キー。来ましたね。はい、OK。そしたら、抜きます。それを。
よいしょ。そうすると、おぉ、いいなぁ、うん、うまだグリスがあれですけど、やっぱ色が変わるといいっすね。で、ケイン、よし、そうしたら、プレートを、これでもう、これでグリスは使用しない、うん、はい。で、刻印が書いてある方、もしくはプレートが丸みを帯びてる方が外。ああ、そうっすね。エッジが効いてる方がいい、中、うん、よし。で、そう、グイ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 、頑張れ、グイ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 、そう、そうそう、とりあえず仮止めてあるのでいいから、はい、ロックされてるかな、とりあえずロックしたのかな。 OK、 OK、 はい、ね、ここまで来たからもう見えてきました、うん、あとはこれでサンドイッチしちゃいます。よし、見ると、さあこれでチェーン交換完了ですね。あとは一応ね、チェーンのたるみとかその辺は店長にチェックしてもらいたいと思います。ああ、ちょうど見てる。日本に分けたんだね、これはこれで、まあ、しっかりと記録として残しておきたいっていう。それでは一仕事終わったんでコーヒー休憩ですね。うん、いやー、いいですね、こういう風にほっと一息つけるのは。そして右側を見るとこういう風にね、店長のチャンネルの方も流れてるということで、ようやく動画の種類も増えてきたんでだいぶいい感じですよね。あ、そしてオート販売チャンネル登録してくれた方々ありがとうございます。あっちもね、定期的に更新していくんでよろしくお願いします。こんな具合で寄るね。はい、じゃあ、で、チェーンの調整は、針はとりあえず 30mm ですかね、これぐらいで寄るね、うん、寄るね、うん、で、最後に、はい、あの、ちゃんと均等にバランスが取れてたかっていうことで、とりあえず全体感の遊びが多いところがないか、うん、確認してもらってチェックをしたら、うん、綺麗に全部均一になってるね。はい、 OK です。はい、はい、じゃあこれでチェーンが出来上がったと。じゃあ残すところは、残すところはタンクでももう、あとあれか、一応スピードが出ないか、スピードメーターはぶっ壊れてるから、うん、うん、中古市場でゲット、お、じゃあヤフオクで、そう、ヤフオクで戦ってもらって、戦ってね、いくらになっちゃうんだか分かんないけどね、うん、あ、そうだ、ミラーってどうなんですか。じゃあ折れた跡が、ああ、となると、うん、ハンター株のやつがくっついたりもするんですか。ハンター株は8ミリだったと思うんだ。ああ、そうか、じゃあ残念だ、うん、これは10ミリってやつ、ミラーが折れてる、折れてるんですよね、はい、折れてるからこれを買うと。そうです、 DRC、うん、はい、それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。まあ、こんな感じでようやく足回り綺麗になったんで、あとはざっとエンジンとかその辺を、ヤスリをかけて、でタンクをコーティングして、いよいよこのレストアも終了となります。非常に長かったですが、いや、こうやってね、ちゃんと終わりが来るんだなということで、ようやく走れるということで、なんか非常に嬉しいですね。まあ、走り出してみた時にまた悪さとかそういうところはあるかもしれませんので、いろいろとね、手を加えながらこのシルクロードでも、ツーリング動画出していければいいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。